おはようございます。おはようございます。さあ、というわけで今ですね、福島県に向かっているんですけど、明日から16、17と福島県復旧コンテストということで、日本と海外合わせて32名がね、出場する試合があるんですけど、もう日本全国からトップサーファー、トッププロ、海外の選手も来るらしいで、ジャッジに元 CT 選手のジェレミー・フローレス、それすごいね、素晴らしい、えぐいっすよ。あと小泉純一郎、それはもうトッププロサーファーですよね。トッププロサーファーじゃないですよ、政治家ですよ、はい、奥さんがなんとかクリスって、あの超有名な美人の元アナウンサーで芸能人ですよね、はい、ちょっとね、いつもとは違うようなコンテストでね、なんかすごい歌う人も来るらしいし、はい、なんかそういうね、こう福島を盛り上げるイベントらしいんで、少し楽しみやなと思いますね。ね、だからギャラリー多いんですか。ただみんなね、知らないんだよね、全然宣伝してないから。そうですね、告知が弱いというか。で、ぜひ来てほしいですね。まあだけど、まあとりあえず最近毎週あるじゃないですか、遠征中か旅。先週は神戸行って、その前茨城で、今度福島。福島はどうですか。1年ぶりぐらいですか。去年チームチャレンジありましたよね。そう、同じ場所でしょ。同じ場所です。あ、あとあれ行ったじゃん、紫スポーツのあの試乗会。あ、そっか。さっきコンビニで何買おうかなと思って、フルーツ欲しいなと思って、缶詰になんかこう蓋とフォークがついたんですよ。めっちゃ新しくないですか。ああ、だから食いながらまたしまえるんだ。すごい。まだ開けてない。開けてないです。中身は一緒かな、ただの和の缶詰なのかな。だって味の方はどうなんでしょう。こういう系のあれなんや。おお、そのまま普通じゃん。マジで普通にこういう何もカットもしてないやつ。ただ蓋開けて、あとさ、コナンも当たり前だけど、昔って缶切りがいったけど、今缶切りがいらんからな。じゃあこれ食っていきます。どういう番組。じゃあそんな感じで競馬の旅行きますか。行きましょう。あと何時間ですか。あとまだ3時間50分4時間だから5時間ぐらいかかる。今回はスター揃いですからね。そうですよ。もうちょっとサーフィンの練習ということでやっていきますか。後ろ荷物取ってください。汚いか。いっぱいサーフボード積んでね。はい、完璧ですね。完璧だから。競馬の方が積めるんだよね。競馬疲れるでしょとかよく言われるけど、意外にで競馬大丈夫。さあ、というわけで福島到着ですね。はい、4時間弱走ってきて、まだこっから1時間ぐらいありますけど。はい、とりあえず福島県。よくさ、サーフポイントで有名な四つ倉っていうとこ。あ、四つ倉ね、美味しい。のサービスエリアです。これ見てうまそうだよ。これうまそうやな。これもいい。僕はね、これ魚店なんですね。こういう時にどういう写真で一番惹かれます。いや、ミックスフライとかね、こういう刺身と魚、こっち系本当はこれ食いたいよ。でも太るから。で、ラーメン食っとりとかめちゃめちゃうまそうだった。こんな焼き豚で本当はそっち食いたいけど、こう魚系せっかくだから、ここの名物は魚じゃん、はい、でその名物を食いたいですね。今日のファッションだいぶシンプルですね。最近白 T にハマっててね、これシュプリームなんですけど、真っ白が好きなんですよ。久々にこの靴もランプして、はい、久々に着ましたね。ちょっとこれね、どうですか。見えたてる、はい、いいんじゃないですか。適当に振りますよねじゃあご飯行きますか。行きましょう。さあ、というわけでね、試合会場着きましたけど、ここのね、びっくりしたのが、この設備、もう何の日本の試合よりでかいです。すごいね、これ台湾行った時の WJC の時ぐらいすごいじゃん。いや、本当にプライム見たことないですけど、ってぐらい。まあちょっとね、風で音がおかしいかもしれん。これ、すごい。あ、違うもさ、なんかキャンプ場みたいになってますよ。ちょっとあれ見てくださいよ、これ。紫スポーツね、僕がお世話になってます。紫スポーツさんもメインスポンサー。今回ね、テントも出てましたね。これ見てくださいよ、このテント。これ何ですか、グランピング場ですか。はい、もうこのテント持ってキャンプ場行こうかな。これ持って行ったら怒られるやろ何区間借りないかん。すごいわ、岩っていうか。これ、風で破れんのかな。本当にさ、日本の何の試合よりもでかくないですか。いや、すごい。これは本当にチャレンジシリーズ並みですね。しかも何の連盟とも組まずにここまでやってるらしいです。すごいね。かなりびっくり。あっちに面白いね、バギーがあってね、それが気になってみんな飛ばしてんでしょ。はい、今日あの表彰台までちょっと見てほしいんですけどね。ちょっとこれ誰の板なんだろう。これクイック買ってますよ。ジェリー・フローレスの板。ジェリー・フローレスの板。スポンサーとかが書いてあるんですけど、このサーフィン業界じゃないやつがぐわーっとある感じで、なんかすごいことになってます。
ここはあれですね、あの前回村瀬スポーツです出身の試乗会の日に来た時に来たと思って、ここにもこれスポンサーさんいっぱい、これ村崎さんとかね、表彰で見てください。これあれスポンサー見えねんけど、ダイハツありますよ。おおすごい、でかいし、すごいすごいね、建築屋さんが多いね。これは本当に考えられんぐらいでかい試合となってます。あっちもテントめっちゃあるの。何ここの関係者、ちょっとえらいよく知ってますね、さっき来たくせに。すごいよあれ。あれは何なんだろう。じゃあ俺何のこと、これか、何のこと。いや、これ建物すごいじゃん。これ1日なのにこんなすごいんだ。あ、これ映るかな、これすごい。1日とか 2,3 日壊すのもったいないね。そう、試合期間がですね2日間、明日と明後日だけなのにこんなねとんでもない設備で32人がね、あの選手集まる感じなんですけど、こんなすごかった。多分開会式でもあるやつですね。こんなすごくてさ、これ今年の大会っていうか、ここのとこの日本大会で一番大きいでしょ。そうですね、湘南オープン以来のデカさで、しかもなんかチェックインみたいなやつだってこんなのもらえて、 T シャツね、うん、なんか T シャツ参加賞みたいなやつ、なんか面白いですね。ちょっと様子見て海行きましょうよ、ちらっと、はい、あっちにもテントぶわー並んでますからね、スポンサーさん。すごいな、これぜひ皆さんね、あのこれ見た方決めてください。多分サーフィン以外の楽しみもあるんで、サーファーじゃない奥さんでも楽しめると思います。で、そこ奥さんですか、はい、お子さんじゃなくてね。ちょっとね、初登場なんですけど、ちょっと初めまして、山田しおりです。何年ぶりっすか会うの。5年ぶり。5年ぶりやった。5年ぶり、5、6年ぶりに、あの僕が家の近くら辺でなんて一緒に練習してたりしてて、プロになったんですよね。そうですね、プロサーファーになってからどこ行ったんですか。なってから一回実家に帰って、また今鴨川に戻ってきました。そうなんですよね。なんか見ないプロとかのね仲良かったり、ちょっと懐かしくて、ね、今日明日出るということで、よろしくお願いします。プロサーファーだったし、紫スポーツサンズのライダーだったよね。そうですね、お世話になってました。一緒に修行しとった身分だもんね。いや、もう本当に超懐かしいですね。そう、一緒に修行しとったんだよ。懐かしすぎです。いや、笑いが止まらないですよ。大きい声で飛んだって言われたけど、誰かわからんくて、なんでかっていうとめっちゃ痩せた。10キロ。それは何、色気で痩せたんですか。ストレスですかね。ストレス、仕事のストレス、ストレスする性格じゃなかったですよ。意外と弱くて。でも意外とまだね、あのプロサーファーじゃないけど、まあサーフィン、そうですね、よろしくお願いします。全日本も出るみたいですけど。全日本も出ます。 ちなみに何支部で出るんですか。あ、福島支部でお世話になってます。何、元プロでもさっと NSA は別に出れるの。関係ない。出れます。え、前も NSA 出とったよね。出てました。出とったよな、プロになる前って。プロになる前出てましたね。出てました、出てました。プロどこでだったっけ。高3の一宮湾岸画廊の時。いや、結構すぐなってすぐ辞めてびっくりしたんだけど。そうだ、プロになりたかってなったからもういいかってなったのか、はい、びっくりしたんだよ。いろいろ夢があったんですよ。いろいろあって。どう、それからブランコあるの。サーフィンやってた。ブランコありました。引退というか、プロ回って2年ぐらいやってなくて、でそこからまた始めて、実家から通ってたんですよ。そうだ、休みの日。でも2年やってなかったの。2年やってなかったです。2年やってなくて、立てなくて、絶対やんないと思って、何が楽しくてやってたんだろうと思って。わかる。俺もパドルもできんけど、でも2年だったらできるよな。できない。プロやったから。できない。自分でなんか頭で想像したターンができなくて、テイクオフできなくて。あ、もう今はまあまあ乗れる。いや、もう全然、もうテイクオフがやっとですね。え、謙虚なこと言うじゃん。いや NSA 優勝しか狙ってないとか、そういうこと言わんわけ。いや、そうですね、全日本は優勝して。おお、またよろしくお願いします。そこは気合入ってる。そうですね。じゃあインスタグラムとかちゃんとやってんの。やってます。それ言っといた方がいいよ、みんな見てくれるよ。あ、お願い
します。概要欄にありますのでお願いします。あっといてください。彼それで貼ったこと一回もないけど、みんなこうやってやるけど何にもないから、ね、コメントで入れときますのでお願いします。いやちょっとね、明日からライブ配信でやるんで皆さん応援しておいてください。お願いします。しおりです。ありがとうございます。ありがとうございます。檜山あだしおりさん応援しましょう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。山田詩織選手ね、昔本当にずっと一緒に修行しとった身分ですからね。あ、行った。あー、アクションできない。ちょっと詩織さん苦戦してますね、この波と、ミュウかな。あ、ヒット、ワンタン、あ、決まった。決まりました、詩織選手。はい、はい、行きました。あー、パンピングで今回はレフトはちょっと張ってこない。1回でも入ればねスコアになるから、とにかく一発入るの我慢するしかないですよね。粘って一発入れる。あーっと1回入りましたね。お、あ、石田下でね、いつもやってる。スノーボードもスケボーもサーフィンもできる1級なんですよね。あ、行きます。張ってくるかな。ワンターン大きくターンして前に出る。まあとにかくワンターン勝負ですね。もうこうなってきた、ツーターンできたら儲けもんで、もうワンターンしっかり入れないと点数にならないですね。はい、お疲れ様です。お疲れ様。いや、何むずいっすね。そう、レギュラーがちょっとアクションできるって感じで、その通りだから2本持ってきてやるべきですよ。明日いっぺん試すべきですね。それって、あ、見た目はね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、というわけでね、福島ナイトなんですけど、ちょっとね、福島ナイトぶらり旅撮ろうかなと思ったんですけど、なんか車で行く距離じゃないと無理でしたね。いろいろと無理だった、ね、はい、いろいろと無理でしたね。あ、そういえば今ね、これおしぼり拭いとるやんで思い出したけど、おしぼりに匂いがついとる店あるじゃないですか、洗剤の、うん、あれはダメらしいですよ。でもこれさ、家で洗濯してんのおしぼり屋だからさ。そういうこと。うん、だから一緒じゃん。でも家でやっとるやつもおるから。ある。家で洗濯機で巻いとるとこもあるから、ね、はい、まあそんなことはね、まあどうでもいい話なんですけども、ちょっとね、皆さんに告知あるんですけど、まず福島どうですか。いや、今日ちょっと雨でね、すごいいいところで、トイレもちゃんとしてるし、水もあるし、ビーチも広いし、駐車場もあるし、最高。まあ試合やるにはめっちゃいい場所だよ、ね、うん。で、ここが街だけど、街を歩いて繁華街はなかったな、駅とか。でね、こういう感じで、本当にどんなサーフィンの試合よりも、すごい、なんていうやろう、設備と、このホームページ。ホームページさえ、こう、デイワンのスケジュール。ここにフラダンスとか、フードコードとかも書いてあったり、で、デイ2が違ったり、北泉サーフフェスティバル。2023って言ったら出るんでね、皆さんもスケジュールわからんって方ぜひチェックしてください。結構ね、プロツアーとかもさ、スケジュールがプロですら理解できなくて、早くスケジュール出してくれんかなって思う時はあるんですけど、これやったら安心っす。あとジャッジは CT のジャッジは来るらしいし、うん、で勉強会するってすごいっすね。音も行くんですか。もちろんって言って嘘ですよ。呼ばれるわけないですけど、あとあれでしょ、元 CT 選手のエキシビションあるんでしょ。でも宣伝されてないから本当にお客さん来るのかなって心配ですけど、確かにぜひ来てほしいなって。すごいから。あとフラダンスあったり、え、お店も出るんでしょ。そうで、あとキッズのサーフスクールやったっけ、キッズサーフィンタイムやったっけっていうのが 1,2 時間あって、でそれ50人まで入れて無料らしい。へえ、すごいね。もうだからいろんなことで、あと見に来てあるびっくりするのが、クラブハウスっていうか、ジャッジルームっていうか、あと選手とかこう同伴者もこうやって入れるんですけど、コーヒー飲むとことか、どう QS で言うと5000ぐらい、うん、もっとか、いや5000ぐらいだと思う。すごいなって。ワールド、僕が体験したのはワールドジュニアの時はパン食ったりコーヒー飲むとかあったじゃん。食い放題でしたね、トレーニングルームとか。で食い放題だし、もうそこでずっと食っとる選手もおったよ、ね、うん、
そのぐらいすごいから本当見に来てほしいなと思う。まあ、JP とかとはまた全然雰囲気が違うから、これは相当お金かかっとるなと。あとね、いよいよ昨日言ってたイオン幕張店のねイベント一日店長決まりましたね。はい、ちょっと昨日の動画ではおとといかはちょっとあやふやにね、まあ、10月1日一日店長やりますよって話したんですけど、あの新しくというか決まりましたよ。すごいよこれ。まずですね、開催日1月1日日曜日ですね。そしてね、プレゼントがめちゃくちゃあって、本当に村月さんでしかできんようなプレゼント企画があるんですよね。まずそれに参加するにはグラポ会員の方で当日3000円以上の買い物で当選に参加できる。でね、プレゼント内容言っちゃっていいですか。いいですよ、これやばいですよ。村田嵐使用ボード1本、はい、そしておとん一押しボード1本、新品だから僕はこれっていうやつを1本プレゼント。それやばいな。だからどうしましょう、高いやつにしますか、それか乗りやすいやつにしますか。で、なんとこれで終わりじゃない。クイックシルバーアパレル、ロキシーアパレル、そしてウェットスーツ1着だから計、5個プレゼントがあるんですよね。はい、で応募対象者にレジにて参加意思確認ですね。参加の方は専用の、QR コードを読み取ってもらってアプリにクーポンコード届くんで、クーポンコード使用ボタンを押して参加。スタッフに聞いてください、これだけじゃ分からんと思うんで。だから1月1日はですね、はい、もうぜひこのプレゼント勝ち取りに来てください。3000円以上買ったら嵐の板、僕が選ぶ新品の板ね、あとクイックの服とかロキシーとかやばいじゃん。もうこれはね、もうぜひね、すごいなって。で、接客してね、これ売ったりして、もしさ、応募者少なかったらさ、めっちゃ当たる可能性あるの。2人しかやってないから2人とも当たるよ。うん、もう多分ね、どんだけ来るかもわからんし予想つかないんですけど、まあでも楽しみですね。はい、盛り上がると思います。はい、ちょっと店長したことないし、店長っていうか接客したことないから、ちょっと面白そうだなと思いました。で、5年前ぐらいにさ、僕が村月さんにおやったよな、呼んでもらって千葉総合店とか一日店長やったんですけど、その時確かお客さん、僕がおるからって来てくれたお客さん多分1人ぐらい、誰か来とったよ、1人か2組、うん、来とった。で、嬉しかったんですよね、本当に思い出すなって感じ、懐かしくない。しかも子供だったじゃん、うん、これ16歳とか7歳とか、うん、どうせ携帯触っとってトイレ行って終わりじゃん、うん僕も21になったので、ね、大人になったということで頑張ります。携帯禁止にしてよ、うん、ちょっとね、楽しみなのにぜひね、本当に来てほしいなと思いますね。まあちょっと夜ご飯はうどん食ってますけど、はい、あ、いいじゃないですか、うどんっていいんだよ、スポーツに。ゴルフとかも昼うどんだもん、消化がいいから。ちょっとどんな感じですか、取ってください。僕はサラダだけです。こぼれとる、今サラヒコなど持ってくのどんなスピードだって、やばかったまあそんな感じでね、明日はとりあえずライブ見てもらいましょう。そうですね、まあ僕の意気込み的にはこう、なんていうの、初めてな感じなんですか、この試合は。だからなんか無知な感じですけど、どうやって検索したらあれ見えるの。だから言ったよ、言った、サーフ北泉サーフフェスティバル2023やると見れるの。でも YouTube チャンネルがどれでライブ配信するか分からんし、うん、正直どうですか、視聴者さんなんか僕が分からんかったら 100% 分からんじゃないですか。僕は分からんかったもんだ、もっと宣伝してほしいね、うん、せっかくこんなお金かかっとる。だって小泉純一郎さん、あの大臣さんも来るんだよ。そう、やばい。あと大人世代で言うと歌手のリップスライムの一人の方、あ、来るサーファーだと思うんですけど、昔さ、村瀬一緒に上プール行ったよ。そう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 、一緒に上プール行ったけど覚えてくれとるかな。無理だ、いや無理やろ、無理だな。だってリップスライムってえぐいスターっすよね。じゃあ俺が子供で若い時もすごかった。ちなみにリップスライムってあれやんなの、一人がバーバルって、あの僕とおとも今日履いとった靴、うん、アンブッシュの社長の旦那さん。あ、そういうことか。
あ、そういうことか、うん、半端ねえじゃん。それはいつやるんだろう。日曜日かな。ちょっと分からんすけど、でもなんかもう一人芸能人来るみたいですよ。へ、めちゃくちゃお金かかる。すごいイベントだよね、はい、お祭りみたいだから緊張の人は来るだろうね、うん、でも気軽に来てほしいっすな、うん、なんかサーフィンのコンテンツって結構選手に話しかけるのって結構僕やったら緊張するんですよ、まあ、試合前はな、邪魔したらあかんなみたいな思うんですけど、今回はなんか本当イベント一般の方でも楽しめる場所あるんで、ぜひ皆さん来てください。じゃあそんな感じで、ちょっと村瀬スポーツね、10月1日のやつはちょっと皆さんね、あやふやで何言っとるか分からんと思ったことがあると思うんで、概要欄で詳細貼ってあるんで、チェックよろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。